はい、じゃあもう一個、あの下にこう行かずに頭を上で残してボール見ながら打ってごらん。はい、はい、そう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 、上を見続けて終わるぐらい。 OK、 いいね、はい、頭倒さないよ、頭倒さないよ、 OK、 いこう、頭倒さないよ、はい、そういいよ、そう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 、頭倒さない、上見とく、そう OK、 いこう、はい、上見といて OK、 いいね、はい、でちょっとボールが短いなと思ったら足折ったまま打ってごらん。そう、伸び上がったまま打っちゃうとボールも下がってきた状態でここで打つことになっちゃうから、そういう時は自分がちょっとしゃがんで打ってあげる。はい、下に行く、はい、短いなと思ったら自分がしゃがむ、そうそうそう、はい、はい、そう OK、 はい、ご、短いなと思ったらしゃがむ、はい、はい、短いなと思ったらしゃがんで、そう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 、はい、はい、ラスト、しゃがむ、オッケー、オッケー、グー。ストレートかクロスかちょっと当ててみて。ここからボール来て、どっちに行くと思う、ボール、ストレート。じゃあここからこれはクロスだよね。そう、ラケットのスイングの方向によってボールはそっちの方向に行ってくれるから、別にボールをこう見なくてもいいと思って。そう、だからボールだけ見といて、でなんかあの上見てるとさ、大体誰がどこにいるかっていうのはなんとなく雰囲気でね見えると思うから、 あの人今ここにいるなと思ったら、ここからクロス打ちたかったらクロスの方向にラケット出せばいいし、そうストレートだったらストレートの方にボールを、あ、ラケット振ればいいし。さっきもあったけど、ちょっと短いボールとかあるじゃない、短いボールが来たらなるべく自分も少しかがんであげて打ってあげるといいね。そうすることで、あのボールが低いときに自分がこう伸びた状態で打とうとしても、ボールの上からこうやって叩きつけちゃうからネットしやすくなっちゃうのね。それをボールの自分が下に入ってあげるとちょっと高くなるじゃない、当たるところが。そう、だからネットしにくくなるから、なるべくちょっと低いなと思ったら自分も一緒にしゃがんであげていったり感じでやってあげていく。そうね、基本的にオーバーするときは振り遅れが多いかな。特に女性の方、あのグリップ少しあのストローク寄りで持ってる方、まあ、要は、まあ、イースタンとかで持ってる方はちょっと気をつけてほしいのが、振り遅れると面がこう上に向かって打っちゃうのと、あと体が前も向いてるときに結構ラケットの面が上向いて打っちゃうから、ボールがふわっとしやすくなる。スマッシュ打つときは、まあ、私もどっちかっていうとバリバリのコンチネンタルってわけじゃないんだけど、まあ、ちょっとイースタンぐらいで持ってるんだけど、なるべく横向き意識してここで当たるとき、この左手と右腕のこの感覚だよね、せーので打つ、せーので打つ。だから左手も先に落ちちゃうと右手はつられて出てきちゃうから、なるべくここのバランスかな、せーの打つ、せーの打つ。そう、だからちょっと長めに左手上げとくといいかな。はい、ありがとうございました。どこ行っとそこ見てたのね。